ロシアの太平洋艦隊は、日本のウクライナ追加支援を牽制するため、北方領土でミサイル発射訓練などを行ったが、日本を脅すほどの戦闘力はない、と米シンクタンクが分析。北方領土で演習のロシア太平洋艦隊は、日本を脅かせるほど強くない。ロシア海軍が、アジア太平洋地域で軍事、安全保障任務を遂行するためにある太平洋艦隊は、他国から脅威とみなされるには戦闘力不足の可能性が高いと、米シンクタンクが指摘した。アメリカのシンクタンク戦争研究所、ISW は、4月14日にウクライナ戦争に関する最新の分析を発表。ロシア軍が太平洋艦隊の抜き打ち検査の一環としてミサイル発射と魚雷のテストを実施したことについてコメントした。ロシア政府は目前に迫った5月の G7 サミットにおいて日本のさらなるウクライナ支援を抑止する材料として、太平洋艦隊の戦闘点検で威嚇しようとしたのだろう、と ISW は述べている。ドイツのキール世界経済研究所が4月4日に発表したデータによると、この戦争が始まってから、日本がウクライナに提供した援助の総額は、2月24日の時点で56億6000万ユーロ、62億ドルに達している。ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相は14日、今回の抜き打ち検査の目的は海洋における敵の攻撃を撃退するために、軍隊の能力を高めることだと、国営テレビで発表した。この検査はあらゆる戦略的方向で任務を遂行するための軍司令部や各部隊の状態を評価し、準備体制を高めることを目指すものだ、とショイグは述べ、それには千島列島南部とサハリン島に上陸する敵を撃退する能力も含まれる、と付け加えた。対ウクライナ追加支援を警戒。千島列島の国後、択捉、伊予丹、ハマイの4島は、第二次世界大戦の終結時にソ連が占領し、自国領に編入した島々だ。日本はこの4島を日本固有の北方領土と主張しており、この問題で広関係は何十年にもわたって緊張している。第二次大戦を正式に終結させる平和条約が広間で締結されなかったのは、日本が領有権を主張し、ロシアが占領している島々をめぐる紛争が主な理由となっている。この4島は日本の北海道とロシアのカムチャッカ半島の間に位置するため、多くの軍事的、政治的な利点がある。5月19日から21日にかけて開催される G7 サミットで議長を務める予定の岸田文雄首相は、3月にウクライナの首都キーウをサプライズ訪問。議長国を務める日本としてウクライナ侵略への対応を主導する決意を示すことができたと語った。ロシアの東部を管轄する東部軍管区 EMD は最近、日本の千島列島の北に位置するホロムシロ島、パラムシル島に、ロシアが開発した沿岸防衛用地対艦ミサイルシステムの砲台を配備した。これは日本がウクライナへの追加支援を行うことに対する警告であろうと当研究所は評価したと ISW は報告している。ISW は、広島で開催される G7 で日本がウクライナへの支援を増やさないように、ロシアは北太平洋で軍事態勢を取り、日本の鼻先で軍備増強をして見せようとしている可能性が高いと述べた。だが ISW の評価によれば、ロシア軍は現時点で日本を脅かす立場にないという。そして、太平洋艦隊の第40海軍歩兵旅団と第155海軍歩兵旅団の部隊が、昨年末と今年初めにウクライナ東部ドネツク州のブフレダール付近の戦闘で、大きな損害を被ったことを指摘した。太平洋艦隊は、太平洋地域におけるロシアのパワー、プロジェクション、戦力投射、能力に必要な戦闘力が不足しているようだ。そうであれば、日本にとっての真の脅威となるような姿勢を見せたり、対等な軍事大国であることを中国に確信させたりすることは難しいと、ISW は主張している。